サニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ。どうも、こんにちは、ベントです。今日は高校価格、価格平衡の話をしていきたいと思います。まず、平衡定数ですね。平衡定数。で、平衡定数ってのは、KC というふうに示されます。まず、反応式が、A 個の A 足す、B 個の B 足す、点点点の、両矢印、p 個の p 足す、q 個の q 足す、点点点で示されるとしましょう。で、こういう時に KC 君っていうのは、物質の大括弧個数上、物質の大括弧個数上、点点点と。だから c 個の c ね。d 個の d ね。で、上側が右です。右辺です。右辺でこれ p ですね。物質の個数乗をかける物質の個数乗と、こういうふうに示されるんですね。これを、平衡定数と言います。で、意味合いとしては、僕なりに翻訳します。反応がどれだけ右に偏っている度合いかっていうことですね。はい。反応がどれだけ右に偏っているか度合いを示します。ね。だから、KC が例えば100とかだったら、単純に考えて、分母が1で分子が100っていう比率でしょ？そうすると、分子が100っていうことは、で、こっち1っていうことは、右側の P とか Q とか R とかっていうのが、めちゃくちゃワンサかワンサか多いんですよ。で、一方 A とか B は少ないよって。じゃあ、例えばこれが 0.0001 だとしましょう。で、1000分の1とか。1000分の1ってなったら、こっち1000、こっち1でしょ？で、こっち1000なんだったら A とか B とか C とかが多くて P とか Q とか R とかが少ないんですよ。っていうので、反応が右に偏っている度合いっていうのを示すと思ってください。で、この大括弧って何ですかっていうふうに言われるんですけれども、大括弧 A っていうふうに示されたら、物質 A のモル濃度を示します。物質 A のモル濃度を示します。カサニマロ。で、モル濃度って何ですかっていうふうに思うかもしれないんですけど、モル濃度っていうのは、モールルとなります。モールルと。で、これスラッシュとかね、来たら、読み方覚えておいてください。これは、1リットルあたりの、モルですね。まあ、物質量ですね。っていうのを、まあ、これ大括弧 A で示すと思ってください。で、例えば、水素のモルル、モル濃度を調べたかったら、調べたいなって、まあ、表したかったら、H2 の大括弧っていうふうに示します。よろしいでしょうか？はい。じゃあですね、ちょっと一つ問題解いていきましょう。やっていきましょう。溶石一定の容器に、はい、溶石一定で出ましたね。ということは、ちなみに溶石一定の、まあ、例えば、こういう容器の中に H2 君と I2 君を 2.0 モル入れたんです。H2 君と I2 君を 2.0 モルずつ入れたんですね。そうすると H2 も I2 もこの範囲しか動けません。で、この範囲しか動けませんよっていうこのうろちょろできる範囲のことを体積と言います。なので、このうろちょろできる範囲が一定なので、それをじゃあ仮に V リットルと置いておきましょう。で、科学の世界では体積必ずリットルになります。で、H2 君と I2 君が反応して HI になりましたよって。とりあえず、H2 と I2 から HI ができたので、いいよね。なので、そういう反応式をまず書いてあります。まず反応式を書いてあります。で、どんな感じかっていうと、H2 足す I2 両矢印、HI ができたんですよね。数合わせます。数合わせるまでもないですね。2と2なので、係数2です。じゃあ、こういう反応式ができたら、じゃあこれ1番解いてみよう。反応前のモルと、変化のモルと、反応後のモルを見てやります。で、まず反応前のモルについては、2.0 モルと 2.0 モルをお互い入れただけ。入れた瞬間ってのは反応進んでませんから、HI ってできてないの。
いい。HI ってのは入れてないけど勝手に入れてきたんです。じゃあ最初0モルやね。220ってのが反応前です。だって反応してないんだから HI できるわけないよね。こんな状態です。で、反応後に HI 君がどこからともなく 3.2 モルできたんでしょ。じゃあここ 3.2 なんですよ。でね、ここの係数っていうのは増減の比率だからね。増減の比率ね。係数は増減の比率。なので、3.2 増えてるっていうことは、その半分の2対1だからね、1.6 が減ってるんです。いいね。で、ここ 3.2 増えてる。じゃあ、H2 と I2 は反応前の状態から 1.6 それぞれ減ってるんで、0.4 となります。一応有効数字ね、2桁っていうのだ。これ0はいいんですけど、一応これ2桁にしておきます。はい。で、じゃあね、この KC って何でしたっけど、ね、KC ってのはこの公式で書けたんでしたね。で、KC 求めたいときには、ほっといて、ね、これ以上反応進みませんよっていう状態の時の、これを代入するんです。これ以上反応進みませんよっていうのはね、これ、変化っていうのはこれ、変化したんですよ。全部変化したんですよ。じゃあ、この反応後の状態。はい。ここからはもう反応進みようがないです。だって変化しきっているので反応しようがないです。なので、この子たちを代入するっていう形になるんですね。はい、KC イコール。はい、濃度ですね。で、モル濃度ってのは、モールルであったよね。で、容積一定っていう風に言ってるんで、これ V 使ってあげましょう。で、これ0.40ですから、0.40 割る V っていうのが、モル濃度だよね。0.40 割る V かける、で、これ、あ、ごめんなさい。これの1乗ね。これの1乗ね。かける V 分の 0.40 の1乗と。カッコ1乗かけるカッコ1乗っていう感じ。で、2HI っていう風に言われたら、今度は、3.2 ですね。で、3.2 なんですけども、V 分の 3.2 です。だってこれ、これはモルやからね。これモルやからね。リットルっていうのはこれ V やからね。3.2 割る V です。これの2乗ですよね。で、運よくこの V が消えてくれます。消えてくれます。で、実際これ計算すると、64となります。よろしいでしょうか。ということで、とりあえず1番ね、この温度における KC はっていうことやったんですけど、64となります。はい。で、2番ですね。仮に H2、I2 が最初ね、2.0、2.0 やったんですけど、それぞれ 4.0 モルやったら、HI は最終的に 3.2 じゃなくて、どんだけ出ますか。そういう問題ですね。カサニマロ。2番。さっきと同じようにね、H2 と I2 から HI ができることには変わりないんで、H2 と I2 から HI ができますよと。で、反応前のモルとしては、ここが 4.0、4.0、0だったんですね。で、変化がわからないわけです。で、変化がわからないっていうことは、変化後もわかりません。なので、仮に X モルこの子たちが減って、この子たちが 2X 増えたって考えます。そうすると、もうこれ X 入っちゃったんで、有効数字一旦取っ払います。計算楽にするためにね。気になる人は有効数字つけといてください。計算上何も問題ないので、有効数字消しました。でね、KC イコール、V 分の 4-X。V 分の 4-X かける V 分の 4-X。この部分は、とりあえず分子ですよね。分母ですね。ごめんなさい。分母ですね。で、分子が 2X っていうこの、モルがあるんで、V 分の 2X ですか？で、係数2なんで、2乗と。で、またもうや V は消えますね。で、これイコール64なんです。で、KC っていうのはね、この温度におけるっていうふうに言ってるじゃん。ね、この温度におけるって言ってるじゃん。だから、温度変えなかったら、この反応において、平行定数って変わんないんですよ。だって、
平行定数っていうのは反応がどんだけ右に行くか度合いを示してるんで、反応がどんだけ右に行くかっていうのは、材料買わないで一緒なんです。規模が違うだけだから。だから、そんな形でやっていきます。で、分子が 2x の2乗でしょ？で、分母が 4-x の2乗なんですよ。だからこれ雑に、超雑に平方根に取ります。ね。で、でっかく、a の2乗って見てるわけじゃないですか。で、a の2乗だったらこれ、もちろん a イコールプラマイ8っていう状態になりますよね。解いたらね。はい。ちゅうので、こういうパターンと、マイナスの場合は、はい。とりあえず解が2つ出ましたね。x イコール 3.2 ってやつと、x イコール3分の16ってのが出ました。どっちが不適かってことを考えないといけないです。で、3.2 っていうのは、これ 3.2 引いても、ここが 0.8 になるだけですね。0.8 になるだけですね。それでいいんですけど、x が3分の16っていうのは、これ対分数にすると、5と3分の1ですよね。じゃあこれ5以上なんですよ。まず 3分の16っていうのは。で、4から5を引いたら、何が残るんですかって話ですね。だから、こっち不適です。なので、まあ、3.2 というのが答えになります。次、圧平行定数ですね。で、これ KP というふうに示します。はい。で、同じような反応式だとしましょう。この辺に書こうかな。A が A5、B が B5、点点点、P が P5、Q が Q5、点点点と。こういう反応式があるときに、KP っていうのはこういうふうに示されます。A の分圧の個数乗、B の分圧の個数乗、分の、P の分圧の個数乗、Q の分圧の個数乗と。こういうふうに示されます。で、今度はね、この PA とかっていうのは分圧になります。で、分圧っていう概念ちょっとなかなか難しいかもしれないんですけど、例えば、雑でいいです、とりあえず。はい。A という粒が2つ、B という粒が3つ入った箱の中を考えてください。で、まず全圧が P としましょう。全圧っていうのは単純に、もうこの気体の圧力ね。もっと言うならば、圧力っていうのはこの容器の壁を内側からどういう強さで攻撃するかっていうのが圧力なんですよ。攻撃力ね。内側からの。で、その攻撃力かける、ね、A が2つ。B が3つでしょ。で、A がどんぐらいその攻撃力に貢献してるかっていうので、これで、A の分圧ってなります。で、これ PA っていうふうに示すんだ。じゃあ、同じように、全圧 P で、また、2足す3分の、今度3を採用するね。そうするとこれ、B がどんぐらい攻撃力に、貢献してるかっていうのがわかるんで、今度はこれ B の分圧っていう意味になるんです。で、これ PB っていう意味に示します。で、もっと言うと、ここの比率ですね。ここの比率のことを、モル比率っていうふうに言います。モル比率っていうふうに言います。よろしいでしょうか。で、一応、それは置いといて、じゃあちょっと一つね、問題解いていきますよ。重ねまろ。はい。じゃあやっていきましょうか。容積一定の容器にというふうに言ってるんで、とりあえず V にしましょうか。V リットルとしますね。で、N2O4 入れたんです。で、一定温度に保ちました。70% が乖離して NO2 になりました。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、もともと、こういう割合が出てきたらね、帯グラフ考えてください。そうすると、もともとは、全部、この子たちが N2O4 だったんだけど、このうちの 70% 分が変化したんです。何に ?NO2 に。だからこの N2O4 っていう、めっちゃ雑に書きますけど、こういう塊が、N2O4 っていう塊が、パカーンと分かれるんで、NO2 2つ分になるわけね。だから、この 70% 分の N2O4 ってのは、2NO2 に変わってるっていう状態になります。ただね、一方で、反応前を考えると、N2O4 しかいなかったんですよ。NO2 はもともといなかったのね。だから、まず反応式書きます。で、反応前なんぼ？反応前なんぼでしょうと。
まあ、ちょっとわからないですよね。わからないんで、とりあえず X モルあったって考えましょう。X モルありましたよ。で、もともと NO2 くんはいなかったのね。で、どんぐらい変化したかと。単純計算、100% あるうちの 70% は N2O4 じゃなくなったので、N2O4 くんって 70% 減ってるんですよ。すなわち、0.7X は減ってるの。で、一方で1対2なので、1.4X の NO2 くんが増えてます。じゃあ反応後どうなってるかっていうと、0.3X と 1.4X ですね。よろしいでしょうか。じゃあ、この容器の中に入ってる、その気体の粒。一応これ気体ですけど、気体の粒って、合計 1.7 ですね。合計 1.7。合計 1.7X と。で、なので、とりあえず全圧が 1.0×10 の5乗って分かってますから、これにモル分圧を、ごめんなさい、モル比率を、掛け算すると、分圧が出てきますよね。で、モル比率なんぼですかっていうふうに言われたら、まあ、これ単純に 1.7 分の 0.3 っていうのが、この N2O4 くんのモル比率ですよね。で、そうするともう、なんとなく出てくるじゃないですか。もうこれ1のところにこれぶち込んで、1.7 分の 0.3 かける10の5乗っていうのが、これが一応モル、ごめんなさい、分圧ですよね。で、NO2 くんに関しては、電圧がこう出ていて、1.7 分の 1.4 っていうのが、モル比率ですね。なので、1.7 分の 1.4 かける10の5乗っていうのが、分圧っていう風になるわけです。じゃあね、今出したいのは、分圧の、個数乗かける分圧の個数乗分の分圧の個数乗かける分圧の個数乗なので、ちょっとごめんね、ここ消すよ。この反応式、ちょっとここに書いてもいいですか？はい。で、それぞれの分圧も出たんですね。それぞれの分圧が、N2O4 くんが、1.7 分の 0.3×10 の5乗でした。で、2NO2 くんの分圧が 1.7 分の 1.4×10 の5乗。はい。それ踏まえて、圧平行定数出していきたいと思います。はい。圧平行定数っていうのは、KP でしたね。はい。1.7 分の 0.3×10 の5乗っていうのが、この PA に対応しますね。で、ここ1なので、ここの A は1だから、1.7 分の 0.3×10 の5乗と。で、分子ね。分子は、こっちが、PP に当たるんですかね。で、しかも、2ですから2乗です。1.7 の 1.4×10 の5乗の2乗ですね。で、計算していきます。じゃ、分子まずそのままいきましょう。1.7 分の 0.3×10 の5乗で、分子が、1.7 分の 1.4 が、これ2個分ですね。1.7 の2乗、1.4 の2乗かける、10の5乗の2乗ですから、10の10乗ですね。では先消しておきましょうか。ここが10の5乗っていうふうに消えていきます。で、かつここも消えますね。1.7 と 1.7 の2乗が消えて、1.7 1個分だけが残るよっていう状態になる。うん。そうすると、0.3 だけが分母に残っていて、分子に残ってるのが、1.4 の2乗割る 1.7 ですね。と、10の5乗。はい。で、一応覚えておいて、この分子の中の分母っていうのは、実質分母なんですよ。なので、今、この数字における分母っていうのは、1.7×0.3 なんです。で、かつ、分子っていうのは 1.4 の2乗かける10の5乗なんですね。だから分母も掛け算しておいて、こうやって。で、1.4 の2乗でも 1.96 でいいですよね。はい。で、ここの部分が 0.51 ですね。はい。で、そうするとこれって 1.96 割る 0.51 をすればいいわけなんですけど、もうこれ、分母分子100掛け算して、196割る51を計算するっていうことにしましょう。そうするとね、実際これっていうのは、51分の196かける10の5乗を計算するっていうことになります。じゃあ196分の割る51を、計算すればいいんで、4、3。とりあえずまあ、3.843 って出たんかな。で、有効数字考えます。全部2桁でしたね。ここ2桁。これも2桁。で、全部2桁で進んでますから、これやりすぎと。正確すぎるよね。なので、
四捨五入して、これが回答になります。はい、KP イコール、うにゃうにゃうにゃーって計算して、3.8×10 の5乗っていうふうに出ました。はい。ということで、とりあえずこれが化学平衡っていう単元でしたね。はい。実はね、昔これ同じ動画撮ってたんですけども、板書が汚いのと、この辺に光が当たってたのと、メガネで不細工だったので、撮り直しました。じゃあ終わりましょう。バイバイ。